本当にやりました。次回バーチャルパーク2でございますね。前回はグリスボックで行って最終面で負けてしまうという、まあ、クソみたいなプレイだったんでね。いやー、どうなんだこれは。3でやって、まあザコタコ殴りにして勝ったふうなふりしてるってやつか。本日とライフが回復しなくなります。すげえな、おい、ライフ回復なしでいけと。本にすると近接攻撃しか出せなくなります。すげえな、これはまだ勝てる気がしない。フォックモード、霧がかかり視界が悪くなります。そしてまあこれはいいや。とりあえず一番強くしてみるか。一番強くして、まあ もしも一番強くしてで最後までいけたら、もしもそれがいけたら、このライフ回復なしで挑戦してみようかな。相当難易度高いぞ、そうなると。ウィック、やりましょう。どの機体がいいかしら。スペシネフ好きだけどね。スペシネフこれね。スペシネフ好きだけど、まああえてライデンで行ってみましょうか。みんなライデン、みんな好きなライデンな、あら、みんな大好きライデンの時間だよということで、ライデンで行きましょう。これもいい機体です。まあね、プロの方におか、プロのゲームのプレイヤーがいるとしたら、このライデンを使ったら、おそらく右に出る者はいないだろう。意味がわからん日本語言ってるな。こういうね、顔面だけ、トリガーの右と左を同時に押すと、両手攻撃みたいなのなんだけど、その、打った瞬間に左を離すと、こういう風にね、左側だけ出たりするんですね。これでエネルギーを半分だけ使うと。うん、そんな小技もあったりする。えい。火力が違うよ、ライデンの火力が。ライデンは火力もある上に装甲もあるからね、はっきり言って、そうそうは負けんよという。この、両方、肩から撃つ2本のビーム、これもまた非常に強力でね。なので、もう、はっきり言って、負ける余地なしという。これ。あ、当たはずれ、外れ。これ、あ、外れ。これ、外れ。これがね、初代ばあちゃんでも、特に格別強くてね。見て、この削りっぷり。見て、この削りっぷり。はい、終わり。あ、終わらん。あと一発どうやって当てようかな。ポンポンポン。ポン。ポン。これでどうだ？ん？うん、まあこんなもんでいいでしょう。こんなもんでいいでしょう。あ、そう、ジジッと音が入ってる気が。スペシネフだ。スペシネフはね、作中のキャラでもかなり装甲は低い。一発このビームに当たった日にはひとたまりもないでしょう。ただしスピードも速いのでね、そうそう簡単に当たりしないで。速いのは勝つか、装甲が硬いのは勝つかみたいなね。しかしまあね、そうそう避けられるものではない。そうそう当たらんな。近い。あ、当たった。キーワード。下手くそプレイだな。早い敵は動きを止めて、で、それを狙えばいいんだ。うん。つまり、こういうことは逆だ。こういうことでしょう。まあなかなか思いようにはできるね。当たった。なんかうまいことハマったな。まあ敵が受けられなかっただけか。よし、なんだこれ。
あ、今のゲームデータをセーブすることもできた。そんなこともできたのね。ちなみに相手にはちなみにこのライデンには一つ面白い機能があって、こういう風に走行をパージして HP10% 以下になるんだけど相当速くなるというモードがあったりします。ただしまあリスクはすごいよね。何のためのパージだ。アホかな。いやーノーコンティニューで行きたかったんだけどね。まあ若干しゃあない。今のはしゃあない。遊びすぎた。あのパージはあの HP が多い状態で やる意味は全くないね。HP が確か 10% になるはずだからもうギリギリの状態で使うとまさに切り札なんだけど。あ、外れた。キンキン。おらーと。お、外れた。この距離で。うわ、すごい。確かこのエンジェランは相当その V アーマーだったかなんだったか。高めに設定されているから。ここで使うんだろう。うおうおちょっと待ってちょっと待ってぐさぐさ。背中の傷は男のどうのこうの男の恥だ。あの撃たれた瞬間にクッと正面向いてね、前からこうぐさぐさっと刺さったら男らしかったかもしれない。しかしそんな器用なことはできない。いやー、またこのエンジェランでこんなに手こずるとは。つまり上にいるからこっち打ったら引っかかるからこういうことができたな。どしどし。左に逃げろ。うわ、全然効かない。くらえ。すげえ弾くな。弾くし当たらない。死んで強いって。ここで左をやっといて一気に当たんないから。やばい強いっていうか俺が下手だわ。グサグサ尖ったナイフでグサグサと俺の胸を突き刺した。ナイフっていうか何だろう、氷の結晶みたいなやつ。弱くないですか。こんな雑魚プレイをお見せして大丈夫なんでしょうか。ライデン使うの下手っていうことにしてほしい。この先行でこの尖らしたのが出てんのに、尖らしたのにね、このね、ネット当ててからのコンボを食らわしてんのに失敗するっていうね、負けるっていう。どうも相性というか近づかなくちゃダメだな。近づかなくちゃダメだけど、このアーマーが非常に厄介。そこち。そこち。勝った。確かね、あのしゃがみと同時に同時押しベポン使うとねちょっと早く打てたような気がする。そんな裏技じゃないけど小技があったような気がする。まあ、ちなみにこれあのジョイスティックでやってないのでさらにぬるいですね。ツインスティックってやつ2本のね、
操縦桿みたいなやつ、あれ使ってないね。さらにお子さんをプレイをしております。あ、動きだけね。つまりこれだ、早い。しかもこのこれを片方ずつ打っていきゃ、あ、外した。ここが外れる。よし、かわせるって言ったら、つまりこういうことだ。こっち打ってこういうことだ。半分のエネルギーで打てるからってことなんですね。あんまり効いてないな。グリスボックの方がまだやれてたな。それはもしかしたらかな、難易度によって変わるのかな。外したー。うわ、強いな。強いというか、強いというか、うん、やっぱこれは難易度上げてるからこうなってんのかな。20分以内にボスまで生きる気がしない。割と辛いな、割と辛い。これ束縛ネットを打つと思ったけど先にだった。うわっ、たた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 、強いって、強いって。これどうだ、結構減らしたけどな。あ、外した、間違えた。もう 40.3% しかないもんね。厳しい、厳しい。外す、外してはないか、外してはないけど当たりそうな感じがしない。これ使うか。義語硬直というか着地硬直でやられてるね。このシリーズはちょっともうお蔵入りにした方がいいんじゃないかっていう、そういうふうな声も、そういうふうな声も聞かれている。このシリーズはもうお蔵入りにするべきですっていう。やめてください、もうこれ以上、これ以上続けたらダメです。視聴者がどんどん離れていきます。仕方ない、しかしこれやめるわけにはいかんのだよ。これをやめるわけ、すっごい削られた。しかしすっごい削られたけど、こっちもすっごい削った。これはいけるんじゃないでしょうか、実はいけるんじゃないかな。ここで粘ったらいけたんじゃないでしょうか。ザク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 って当たってないな、一発当たったって感じだね。しかしダメージに幅があるな。とっても通るときには一回開いたときに、あ、間違えて押しちゃったということでパート2でした。間違えて今あれだったのね、終わらしちゃったんで、多分なんかボタン同時押しとかで、ということでね、ライデンでの クリアは失敗ということにいたします。多分もうないと思いますけども、パート2、パート3あるかもしれない、いやパート2、まあまあまあパート2ここまででした。以上、ほなまた。